豪雨災害の救援のため の募金活動を等としてやってまいりましたが、第1次の義援金を1次分として2500万円、岡山、広島、愛媛を中心に被災地にお届けをすることにします。17市7町を予定しております。明日私は豪雨災害対策本部長ですが、事務局長の二比総平参議院議員とともに、岡山県総社市とそれから倉敷市市役所それぞれ伺って市長にお届けをしたいと思います。でこの件に関わってですね、大阪の松井知事が、ツイッターで共産党の募金について、不当な攻撃をしております。で募金の総額10億これは東日本大震災の時の募金を攻撃してるんですが、募金総額10億7091万円で、被災地自治体への義援金5億9357億円の差額を経費だと言って、集めた全額を届けてないということを言っています。我が党は東日本大震災の救援募金から党活動には一切使ってません。でこれは経費を引いているとして流用するかのような印象操作であると言わざるを得ません。これは私ども救援募金一番効果的な活用を行っておりまして、義援金としてお金として直接自治体に届けるとともに、東日本大震災の時などは緊急に、被災者が一番切実な要求に対応するために物資で救援物資を購入して届けるということもやりました。でこの救援物資の購入が2億52万円、それからボランティアについて約5万人のボランティアの皆さんを私ども呼びかけて現地で活動していただきましたが、その際の費用、機材、がれき撤去のための費用等々ですね、これが、2億2958万円、資材、郵送料等の諸経費が4724万円ということで、すべて全額被災地、被災者のために使っています。で、募金してくれた方、あるいは被災者の気持ちに一番沿った使い方だというふうに思いますし、松井知事のツイートは、これは被災者、被災地のニーズも分からずに、ボランティア活動や救援活動の現場を知らない者のざれ言であると言わざれません。知事ですから、住民の命と暮らしを守る立場であり、同時に松井知事は公党の代表でもあるわけで、日本共産党の救援活動を歪めて描く、救援活動にブレーキをかけるというやり方は断じて許されないと申し上げておきたいと思います。私の方からは以上です。ご質問あればそれ以外のことでも。はい、はい、今のその松井知事はですね、抗議なりを議会なりにするということは考えてます。いや、もうすでに1回大阪府委員会としては松井知事に対しては抗議をしております。今お話した中身はこれを表明することで、相手方にも伝わるだろうと思います。はい、特に直接申し入れるというようなことは考えておりません。特質です、はい、過去の分なんですけど、安倍総理が20日の会見でですね、自民党総裁選について会見が大きな争点になるというふうに言われました。総理自身まだ出馬を明言していない中でですね、総裁選の争点に会見を設定したということなんですけど、所見があれば。どんな世論調査を見ても会見を求める国民の声は少数です。でそれをその自民党の総裁選挙のために利用するかのような発言は、これはやはり非常に問題があるというふうに思います。会見ということを自らの求心力にしようとしているのであれば、そういう道に未来はないということを申し上げたいと思います。今度の国会でも衆議院の憲法調査会、一度たりともまともな会見の議論の入り口にさえ入れなかった。でそれはやっぱり国民の中に会見を望む声がない、会見に対する反対が強いということの、裏返しのことだと思いますので、そのことをよく踏まえて対応していただきたいと思います。はい、2時間ほど前に委員長が会見されまして、はい、1週間入院して1週間リハビリをされるということですけど、これ
どう見られるかというと、これによってその党に対する影響をどうあっているか。まあ委員長が説明された通りです。まあ頚椎症性脊髄症っていうのはそんなに深刻な病ではありませんので、ちゃんと治る病気ですから。で、まあ一定の期間、まあ委員長がね、療養というかリハビリというかありますけど、電話はいつでもできる体制になりますし、もう何の障害もないと。まあ手術やってる間はちょっとさすがにこう電話はできないと思いますが。何の心配もしておりません。どうぞご心配なくということだったと思います、さっきの会見でも。はい、はい、最大の関係ですね、はい、石破さんが地元の石破副幹事長が防災庁の設置について必要なんじゃないかと結構支援を体験されていて、だけど自民党内でも石破さんがちょっとそれに対して消極的な意見というふうに党内にも言われているんですけれども、共産党としてこの防災省とまとめるものの省庁が必要かということと、あとそうじゃなくて中央省庁の今までこう役所がやっぱりまたがっているという状況で、それについてその中央省庁のあり方についてもまあそんな防災省を作る前にやるべきことがあると、災害が起こったら閣僚はお酒を飲むのをやめるということをちゃんとルールにすべきじゃないかと、まずそういうことをやったらどうかなと思います。統一的な対応ということでは、実際できているかどうかは別にして、内閣府が今対応しているわけですから、省庁を作るかどうかは今後の検討課題だと思いますが、まずはああいう赤坂自民邸みたいなことをやめるということが必要なんじゃないかと思います。はい、はい、民主党の枝野代表が22日に来年の選挙の関係で、野党共闘に向けた共通政策の作戦で、否定的な、コメントをされていたようなんですけど、それについて受け止められたんでしょうか。否定的なんですかね、すり合わせは必要ないみたいな、要するに大体一致してるから、もうすり合わせなくてもいいってことじゃないですか、私はそういうふうに思いました。大きなところでは一致していると思ってますから。はい、参院選の西の陣です。参院選の関係で今1人区では佐藤さんが積極的に両立がされていると思うんですけども、今後その総合支援総合推薦ですかね。今後立憲民主党と民主党が擁立した場合、どのようなこう1人区での野党連携分担みたいなものを改めて思うんですか。もうすでにボールはこちらからは各党に正式に投げているわけですよね。速やかな政策対話と候補者調整ということに投げているの で私どもも一人区はやはりすべて市民と野党の共闘で戦いたいと思ってますから、ぜひそういう議論を受け止めていただいて、一刻も早く候補者調整の議論を始めたいと思います。候補者は我々立てているのはやっぱり選挙戦ですから、やっぱり党として戦わなきゃいけないんで、やっぱり候補者立ててね、宣伝活動なんかにも取り組んでいきたいと思いますが、これは立てることによってさらにこの候補者の野党の統一候補の擁立に向けて促進したいという思いでやってますんで、そういうことです。はい、仮に下ろす場合、取り下げる場合はやはりその総合推薦というのは条件になるというのは変わりはないでしょうか。もうそれは申し上げてきた通りですし、別に下ろすだけじゃないんで、私どもの候補者を統一候補にするということも当然あると思うんで、総合支援ですから、もちろん今まで言ってきたようなやはり総合推薦総合支援という原則でやっていくと、から共通政策の確認、政策政権構想の前向きの合意といったことをやっていくということだと思います。はい、ボールは投げたものの、前々週から基本的に表では返ってないと思っているんですけれども、大きくは、候補者調整具体的にやっているのは、その協議の場合、明らかにという認識ではないんですが、国会が閉会したことによって、フェーズが変わったというふうに考えられるのか、変わっていれば、どういうフェーズなのかというのを話していただけますか。表でも、いろんな場で
やはり一人区は一本化必要ですよねということは、まあ、立憲民主党さんも国民民主党さんもおっしゃってますよね。で、一番はっきりしたのは社民党の大会の時は全党揃ってそう表明したわけですよね。だからまあ だいたいこう方向性は一致していると思ってますんで、いろいろとその具体的な細々した話はこれはこれからの、それはもう表でこうガンガンやるって話じゃないですから。でも精力的に閉会中取り組みたいと思ってます。はい、すみません、先ほど、TBS の小林です、はい、先ほども新院長 の、はい、手術、入院についてなんですけども、はい、5月に右足骨折されたばかりで、今度も右手や右腕に、しびれと右右と続いていることに関して、何か思うところあるとお願いします。偶然だと思います。はい。で、質問で、まあ、大筋でその政策は、一致している政策とか大筋では一致されているということなんですけれども、その一致されている部分と、他の、まあ野党、まあ、与党に近い派全会のところと大体一致しているという認識。いや、それはいろいろありますよ、ええ、それはいろいろあります。それは、まあ、しっかり議論していかなきゃいけないと思います。ただやっぱり安保法制集団的自衛権の行使容認の閣議決定撤回、立憲主義を回復するっていうのは、これは立憲民主党さんはまあそれが当然みたいなもんだと思うんで、まあそこのところはしっかり一致してるんじゃないかなとは思ってます。国民民主党とは、まあそれはいろいろと他の党もそれぞれ政策持ってますから、そこはよくこれからそれこそすり合わせをしていきたいということです。はい、共通政策であるとか、一本化の協議ですね、大体どれぐらいまでに一定の結論を見たいということにお考えですか。もうできるだけ早くと、できるだけ早くとできるだけ早くと、まあまあ、いろんな形でもう相談は始めたいと思ってます。始められるんじゃないかなと思ってます。はい、統一選と参院選の関係なんですけれども、統一選と参院選なんですけれども、はいはい、女性候補の擁立についてなんですけれども、立憲民主党なんかも今女性専用の候補の窓口を検討していたりとか、まあ、統一選に向けてその女性の候補者をいかに擁立していくかっていうので、まあ、女性としてもともと候補者の女性比率が高いと思うんですけれども、なんかこうこれからこういうことをしていきたいとか、特にこう新しい計画だったりとか、今現状でどういった対策をしていくか。今お話しあったように、私ども の、 女性の候補者の比率は、まあ、直近の衆議院選挙でいうと小選挙区は 23%、 比例で 35% で、今年全般の中間選挙、地方選挙では女性の候補者比率は 30% でした。でこれは男女同数に近づけるというのが私どもの基本方針です。じゃあそれをどうやって具体化するか。で国会議員については、これはかねてから言ってきたように、やっぱり選挙制度そのものを変える必要があると。非常に高い供託金、これをその見直すこと、それから比例代表を中心とした制度に見直していくということが、女性の議員を増やすためにもどうしても必要だと。それからやはりその具体的な形で支援するということでいうと、やっぱりその地方議会で女性が活動するというのはなかなか大変な現状があります。共産党に対する偏見がある上に、やっぱり女性だということに対する攻撃もあります。で私たちはやっぱり議会での活動と家庭生活をしっかり両立できるように、まあ、党の機関として支えていくということをこの間強めてまいりました。だから議会で党の議員が少ない場合、1人とか2人とかの場合は、まあ、軍単位とかで議員団を構成して、まあ、そこでいろいろとお互い議論し合うようなシステムも作ってまいりました。それから中央委員会には地方議員相談室というのがありまして、で、まあ、地方議員を引退された OB の方などが何人かいて、で地方議員の方々のいろんな悩み、まあ、これはもう政策的な問題だけじゃなくて、まあ、女性の議員でこんなこと困ってるってのことを相談窓口も作って、これはもうかねてからやってます。
それから、この間、大変問題になっているセクハラなどのね、やっぱりハラスメントの問題、ターゲットになりやすいわけで、ここについてはやはり、党としてもセクハラ、パラハラについての学習、研修をね、この間もやってきましたし、さらにこういったことを強めていきたいというふうに思っています。そういった活動を通じて、女性議員の、女性の候補者を増やすということに取り組んでいきたいと思っています。なんか今現職の議員に対しての支援だと思うんですけども、候補者も含めて今の仕組み、相談室なんかは候補者の方も相談できる仕組みになってます、はい、あと党機関がやっぱり支援するっていうことはもうこれはもちろん候補者、むしろ候補者の方が、経験もあまりないだけにね、相談としては必要になっているということで、そこは全面的に機関、党機関などが相談支援するという仕組みでやってます。はい、今日最高気温、日本で 41.1 度を記録しまして、これはちょっと涼しそうな格好をしてますけれども、このとんでもない暑さをどう見てらっしゃるかというと、それに伴って、高齢者や子どもをはじめて命を落としてらっしゃいますけれども、政府与党、あるいはその国会政治として、どういうことをすべきかという意図を感じておりますか。やはりこれだけのね、本当に異常な高温ということについて言えば、やっぱり地球全体の温暖化ということの、ね、影響もあるんじゃないかなというふうにも思います。やっぱ根本的には温暖化対策ということも、ね、やっていかなきゃいけないと。ただそうは言っても待ってられませんから、緊急にさまざまな手立てを取る必要があるというふうに思います。ちょっと学校はもう夏休みになってしまったんで、ですけどもやっぱり学校、小中学校の教室、エアコンの設置率が非常にやっぱり遅れているという実態があります。これはやっぱり、国の責任で、やっぱり国のお金の出し方にこれ根本的には問題があるので、そこをやっぱり緊急に正していく財政措置なども必要なのではないかなというふうに思います。夏休み中もサマースクールなんかもやってると思いますので、急いで必要に応じてエアコンの設置なども小中学校でやっていくということが必要かと思います。どの程度もう 100% でしょう。だって東京都は、確か普通教室の設置率は 99.9% のはずです。で、自治体によってはものすごく低いところがあります。首都圏で言ったら千葉は確か 40% 台です。だそういうばらつきがありますので、これはもう緊急に 100% 目指してやっていくということだと思います。普通教室から体育館も含めてやはりエアコン設置していくということが必要だと思います。園長さんは暑さを見るためにこういうことをしているのがあったんですか。こういう格好してますやっぱり暑い時は外に出ないと、もう活動はしないと。今の私どももう特別月間ということで新聞博多増やそうと、共産党員増やそうとやってるんですが、昼間はお休みしましょうということも職局の方からはそういう連絡もしております。昼間はお電話で、夕方になってから活動しましょうというようなことも言っております。これまで職局から暑さに対してそういうメッセージ全部出したことあるんですか。いやー、やっぱ今回初めてじゃないですかね。選挙の時やった。選挙の時は今特別月間なんで特別にちょっとそういったことを言ってます。あれ後ろの方手を挙げてたの。あ、そうですか。あ、そうですか。はい、話変わるんですけれども、自民党のですね、杉田水脈衆院議員がですね、身長の145でですね、ありがとうございます趣旨としてはその子供を作らない LGBT のカップルは生産性がないから、その税金を使って支援するのかなのかみたいな趣旨があって、これ結構当事者団体の抗議文を出したりとか、各党議論になっているかと思うんですけれども、このそのご発言に対して無知、無理解、悪意に満ちた偏見、あまりに悪質な発言だと言わざるを得ないと思います。で、大体生産性がないというような言い方は、これも個人の尊厳を根本から否定する
もう妄言だと言わざるを得ません。これ、議員の資質に関わる、資格に関わる重大な発言だというふうに思います。で、ことはですね、この個人、杉田議員個人の問題じゃないと思います。自民党として比例代表の議員として公認して国会議員にした自民党の責任が問われると思います。で、杉田議員はツイートで大臣クラスの自民党の議員からも人からも間違ったこと言ってないっていうふうに言われたんだと言ってます。これ一体誰なのか、大臣クラスというのは、これ明らかにする必要があるんじゃないでしょうか。で、やっぱりこの自民党の責任ということで我々としては問っていきたいと。こういう人物をそのまま国会議員にしといていいんですかと。自民党の大臣クラスの政治家がこの発言間違ってないと言ったんであれば、そのことの真相を明らかにすべきだと思います。報道によれば、ツイートは削除したということですけれども、なんか殺害予告みたいなのがあったということで削除したというような報道もされています。で、間違った発言だったということを認めたわけではないのだとすれば、これはこれで解決したことに、削除してことが解決することにはなりません。発言の全面的な撤回と謝罪を杉田水脈議員には求めたいと思いますし、自民党の責任が繰り返しになりますが問われる重大な発言だと思います。こういうことを放置していたら、もう基本的人権について、 LGBT の尊厳について、個人の尊厳について自民党は語る資格のない政党だというふうになると思います。議員としての資格が問われるというのは、いや、私はあの発言を撤回しないのであれば、謝罪しないのであれば、議員は辞職すべきだと思います。それだけの重大発言だと思います。よろしいですか。